婦人、菊池博、箱根行き、一、ご機嫌よく、言ってらっしゃいませ。玄関に並んだ召使いたちが、口をそろえて、見送りの言葉を述べるのを後にして、美奈子たちの乗った自動車は、門の中から街灯へ、滑らかに滑り出した。乾燥した暑い日が、45日も続いた、7月の10日の朝だった。 自動車の窓に吹き入ってくる風は、それでも、やや涼しかったが、空には、午後からの初期を思わせる、ような、白い雲が、落ちこちにむくむくと湧き出していた。美奈子は、母と並んで腰をかけていた。前には、母の気に入りの小間遣いと、自分の普天の女中とが、窮屈そうに腰をかけていた。美奈子は、母から、箱根行きのことを聞かされてから、母が、 一緒に伴っていくと言う青年のことが絶えず心にかかっていた。が母の方からはそれ以来青年のことは何とも口に出さなかった。母が口に出さない以上、美奈子の方から切り出して聞くことはうち気な彼女にはできなかった。出でたちの朝に、なっても青年の姿は見えなかった。美奈子は 母が青年を連れて行くことを中止したのではないかとさえ思った。そう思うと、美奈子は、失望したような、なんとなく物足りないような心持ちになった。自動車が、日比谷公園のそばのお堀端を走っている時だった。美奈子は、奴と思い切って母に聞いてみた。あの、学生の方とかをお連れするのじゃなかったの瑠璃子は、 初めて気がついたように言った。そうそう。あの方を皆さんに紹介しておくのだったわ。あなたまだご存じないのでせい。はい。存じませんわ。学習院の方よ。時々制服を着ていらっしゃることがあってよ。気がつかない。いいえ。一度もお目にかかったことありませんわ。 青木さんという方よ母は何気ないように言った。青木さん。美奈子は、ちょっと驚いたように言った。その方は、これ間、亡くなられたのではございませんの。美奈子も、母の男性のお友達の一人なる青木坊が、帽子したということは、うすうす知っていた。いいえ。あの方の弟さんよ。兄さんは、 のの文化にいらしつたのよここまで聞いたとき、奈子には、もうすべてが、はんっていた。この旅行の同伴者が、何人であるかが、もうはっきりと分かった。新しく、兄をしつつた青木という青年が、彼女が青山墓地で見たその人であることに、もう、何の疑も残っていなかった。美奈子の心は、嵐の下の海のように乱れたつた。かの青年と、 少なくとも向こう1ヶ月間一緒に暮らすということが彼女の心を取り乱させるのに十分だった。それは嬉しいことだった。が、それは同時に恐ろしいことだった。それは楽しいことだった。が、それは同時に激しい不安をばんつた。美奈子の心の大きな動揺を夢にも知らない瑠璃子夫人はこの真っ白な腕首に。 食い入っている時系をちらりと見ながら独り言のようにつぶやいた。もう9時だから青木さんはきっと来ていらっしゃるに違いないわ。そうだ。青年は停車場で待ち合いはせる約束だったのだ。もう23分の5にその人と面と向かって立たねばならぬかと思うと、美那子の心は取り留めもなく乱れていくのだった。が、美那子は 少女らしい勇気を奮い起こして自分の心持ちをまとめようとしたあの青年とあっても取り乱すことのないようにできるだけ自分の心持ちをまとめておかあと思った美奈子の心持ちなどに何の容赦もない自動車は彼女の心が少しもまとまらないうちにもう彼女を東京駅の赤レンガの大きい建物の前に暮らしていた 美奈子等の自動車の着くのを、宣告から待ち受けて、いたかのように、駅の群衆の間から、56人の青年紳士が、自動車から降り立つたばかりの、瑠璃子夫人の周囲を取り囲むのであった。お見送りに来たのですよ。みんなは、口をそろいへて言った。夫人は、軽い快い驚きを、顔に表しながら言った。おや、どうしてご存知 は驚きになったでしょう。お隠しになったつてダメですよ。我々の諜報局には奥さんのなさることはすっかりバンつているのですからね。外交官らしい霜降りのモーニングを着た30に近い紳士が冗談半分にそう言った。それは驚きましたね小山さん。あなた艦長でも使いつツているのじゃないのおつほ。 夫人も華やかに笑った。使いイておりますとも、お手伝いさんなんかにも気を許しちやいけませんよ。じゃ、行き先も半つて半つていますとも、箱根でしょう。しかも、お泊りになる宿屋まで、ちやんと半つているのです。今度は、長髪に黒のアルパカの上着を着て、ボヘミアンネクタイをした。 がしい男がそう付けたおやおや誰が内通したのかしら夫人は当惑したらしいその実は少しも当惑しないらしい表情でそう答えた若い男性に囲まれながら彼らを軽くそうらつている夫人の今日の姿はまたなく鮮やかだった青磁色の様相がそのすらりとした長身に ぴっったたり合っていた極楽鳥の翼で飾りつた帽子がその漆のようににおい袋紙を覆うていた大粒の真珠の首飾りが彼女自身の象徴のようにその白い滑らかな豊かな胸に垂れ下がっていた平素見慣れている子にさえ今日の母の姿は一段と美しく見えた駅の広間に渦巻いている群衆の目も一度は 必ず夫人の上に注がれて彼らが切符をガいつたり手荷物を預けたりする忙しい手を緩めさせた。美奈子は母を囲む若い男性を避けて一軒ばかりも離れて立っていた。彼女は最初その男たちの間にあの青年のいないのを知った。ちょっと期待が外れたような安心したような気持ちになっていた。そのうちに母を 見送りの男性は、一人増え二人勝ちた。が、かの青年はいつまで待っても見えなかった。その男性たちは、奈子の方には、ほとんど注意を向けなかった。ただ奈子の顔を、外ながら、知っている二十三人が軽く会釈し,しただけだった。奥さん、まだ反していることがあるのですがね。しばらくしてから、 紺の背広を着た会社員らしい男が、おずおずそう言った。何です高志しやつてごらんなさい。夫人は、微笑しながら、しかも、言葉だけは、命令するように言った。言ってもかまひませんか。かまひませんとも。夫人は、ニコニコと耐えず、微笑を立たなかった。じゃ申し上げますがね。彼は、 夫人の顔色を聞きながら言った。青木君を、お連れになるというじゃありませんか。それに付け替えて、みんなは、口を揃えい減るように言った。なんです、奥さん。と落ちたでしょう。みんなの顔には、6分の冗談と4分の嫉妬が混じっていた。奥さん、いけませんね。あなたは、みんなに、機械均等だと言いながら、 青木くん兄弟にばかり、嫌に好意を持ちすぎますね。小山と有害交換らしい男が、冗談半分に抗議を言った。美奈子は、母が何と答えるか、じっと聞き耳を立ていた。3。まあ、青木さんを連れていくつて、嘘ばつかり。青木さんなんか、まだ、兄さんの木も開けていないくらい、じゃありませんか。 ルリコ夫人は子供なげに打ち消した。美奈子は母が、宣告自分に肯定したことを、買うもやすやすと、打ち消しているのを聞いたとき、内心しょうからず驚いた。自分に対してはかなり親切な、誠意のある母が、飼うも、男性に、こうつては白々しくできることが、かなり異様に聞こえた。木もまだ開けないだろうつて。 奥さんにも似合いはない、急変なことをおっしゃるのですね。木くらい開けなくつたつて、いいじゃありませんか。ことに、奥さんと一緒に行くんだったら、死んだ兄さんだって、メイドで満足しているかもしれませんよ。死んだ青木淳君の瑠璃子夫人崇拝は、人一倍だったのですからね。あの男のあなたに対する態度は、強心に近かったのですからね。挑発の画家が ちょっっと皮肉らしく言った夫人は美しい顔を少し曇らせたようだったがすぐ元の美少に帰ってまあ何とでもたかし合しいよでも青木さんのイラつしやらないのは本当よ論より証拠青木さんはお見えにならないじゃありませんか奥さんそんなことは証拠になりませんよ 発射間際に姿を現して、我々が、熱と言っている間に、汽笛一斉発射してしまうのじゃありませんか。あなたのなさることは、大抵そんなことですからね。この内で、一番年配らしい3023の夏の街灯を着た紳士が、初めて口を入れた。ご冗談でございません。富田さん。青木さんをお連れするのだったら、そうこそこそとはいたしませんよ。 まさかあなたが赤坂の誰かを当時に連れていらっしゃるのとは違っていますからルリコ夫人の巧みな逆襲にみんなは恋を揃いへて交渉した富田と呼ばれた紳士は苦笑しながら言ったまあ青木君の問題は別として僕も近々箱根へ行かと思っているのですが彼方でお尋ねしてもかまひませんか ルリコ夫人は、微笑を含みながら、しかも乱馬を立つように答えた。いいえ、いけませんよ。この夏は男金星。誰かの歌に、こんなのが、あるじゃありませんか。大方の恋をば、追いはずこの夏は、真っ白草花白木こそよけれ、私も、そうなのよ。この夏は、本当に、対人間の生活から、少し離れていたいと思いますの。 ところが、奥さん。その真っ白草花というのが、案外にも青木弟たちたりするのじゃありませんか。小山と呼ばれた外交官らしい紳士が、とつこんだ。まあ、執念深い。発射するまでに、青木さんが、お見えになったら、その勝負として、皆さんを箱根へご招待しますわ。ご覧なさい、もう切符を切りかけたのに、青木さんは、 お見えにならならいじゃありませんか夫人はそう言いながら美奈子たちを促して改札口の方へ進んだ若い紳士たちは蟻の甘木に着くように夫人の後からゾロッと続いた夫人が汽車に乗った後も青木と呼ばれる青年は姿を現さなかった若い男たちはやつと夫人の言葉を信じ始めた向かうから お呼び寄せになるかどうかは別として今日同行なさらないことだけは信じましたよ。はははは小山という男が発射間際になってそう言ったまだそんな負け惜しみを言っていらっしゃるの夫人はそう言いながらえんぜんと笑いつて見せた美奈子は何が何だったかわからなくなった。 母の自動車の中の言葉では、青木という青年が、墓地で、会った彼の人に相違ない青年が、東京駅で待っているようだった。しかも、母は、今、そのことをきつぱり打ち消している。美奈子は、安心したような、しかも失望したような、妙な心持ちの混乱に悩んでいた。記者が出るまで、とうとう、青木は姿を、見せなかった。4。 記者が動き止めても、青木の姿は、とうとう見えなかった。それご覧なさい。疑いはお晴れになったでしょう。夫人は、車窓から、その繊細な上半身を表しながら、見送りつている人たちに、そうした謝罪辞を投げた。男性たちが、めいめいいろいろな別辞を返しているうちに、記者は、みるみる駅頭を離れてしまった。まあ、 うるさいいらありはしないわ。こんな小旅行の出発をわざわざ見送りつてくれたりなどして夫人は美奈子に対する言い訳のようにつぶやきながら席に着いた母を囲む男性たちが青木の動向を気にかけている以上にもっと気にかけていたのは美奈子だったその人と一緒に汽車に乗ったり一緒に宿屋に宿ったり 同じ食卓に着いたりすることを考えると、彼女の小さい心は、おののいていたと言ってもよかった。それは、恐ろしいことであり、同時に、限りなき歓喜でもあったのだ。が、その人は、とうとう姿を現はさない。母も前言を打ち消すようなことを言っている。美奈子の心配はなくなった。それと同時に、彼女の歓喜も消えた。 ただしらじらしい寂しさだけが彼女の胸に残っていた。美奈子の心持ちを少しも知らない瑠璃子は、美奈子が沈んだ顔をしているのを慰めるように言った。皆さんなんか、何言う考えになって。私たち女性を覆うているああいう男性を。ああ、いう女性追求者といったような人たちを。美奈子は黙って答えをしなかった。母が交際している人たちを。 嫌だとも原因なかった。それかといって、決して好きではなかった。あんな人たちと結婚しようなどとは、夢にも考えないでしょうね。男性は男性らしく、女性なんかに屈服しないでいる人が、頼もしいわね。美奈子も、ついそれに賛成したかった。が、青木と呼ばれるらしい青年も、やっぱりそうして、男性らしくない女性追求者の一人かと思うと、 美奈子はやっぱり黙っているがいはなかった。私たちを追うてくる人でも身体と心との全てを投じて来たる人はまだいいのよ。あの人たちなんか遊び半分なのですもの。オオカミの散歩作り人の後からついていくようなものなのよ。つい咲いたら飛びかかつてやらあくらいにしか思っていないのですもの。美奈子は 母の辛辣な思いぎりつた言葉につい笑いつてしまった。男性のことを話すと敵か何かのように罵倒する母がなぜ多くの男性を近づけているかが美奈子にはただ一つの疑問だった。青木さんという方一緒にいらっしゃるのじゃないの美奈子はやつと心にかかっていたことを聞いてみた。母は意味ありげに笑いながら言った。 いらっしゃるのよ後からいらっしゃるのいいえ。母は笑いながら打ち消した。じゃ、先にいらっしゃったのいいえ。母は、やっぱり笑いながら打ち消した。じゃ何時母は笑ったまま返事をしなかった。ちょうどその時に、記者が品川駅に停車した。45人の乗客が、 とやっと入ってきた。ちょうど、その乗客の一番後から、朝の背広を着た長身白石の美青年が、姿を現した。瑠璃子夫人の姿を見ると、こり笑いながら、近づいた。右の手には、旅行用のトランクを持っていた。おや、いらっしゃい。夫人は、溢れる美少を青年に浴びせながら言った。さあ、おかけなさい。 夫人は、その青年のために、座席を取っておいたかのように、自分の右に追い、出会った小さなトランクを取り除けた。5、美奈子は、驚きに目をひとみりながら、一見りながら、は、底本では、一見りながら、それでもそっと青年の顔を盗み見た。それは、紛れもなく彼の青年であった。墓地で見、電車に乗り合いはし、 自分の家を訪ねるのを見た彼の青年に違いなかった。美奈子は胸を不意に打たれたように息苦しくなってじっと面を伏せていた。が美奈子のそうした態度を処女に普通な周知だと解釈したらしい瑠璃子は子供投げに言った。これが宣告お話し,した青木さんなの。紹介された青年は美奈子の方を見ながら丁寧に頭を下げた。 お嬢様でしたか。いつか一度、お目に、かかったことがありましたね。そう言われて、はい、と、答えることも、美奈子にはできなかった。彼女は、それを肯定するように、丁寧に頭を下げただけだったが、青年が自分を覚えていてくれたことが、彼女をどんなに喜ばしたかわからなかった。青年は、ルリ子の、右側近く腰を下した。 あなた、大変だったのよ。今、東京駅でね。みんな知っていらっしゃるのよ。私が今日立つということを。そればかりでなく、あなたが一緒だということまで知っていらっしゃるのよ。だから、極力打ち消しておいたのよ。若し青木さんが一緒だったら、その商品として、皆さんを箱根へご招待しますして。それでも、みんな善人ばかりなのよ。 おひには私の言うことを信じてしまったのですもの。だから私が言わないことじゃないでしょう。品川か新橋かどちらかでお乗りなさいと。私、あなたが私の言うことを聞かないで火をつくり東京駅へ来やしないかと思ってビクビクしていましたの。夫人は弟にでも話すように慣れ慣れしかった。青年は姉の言葉をでも。 聞いているように一言一句に微笑しながらうなずいたそれを黙って聞いている皆子の心の中に不思議な不愉快さがムラッと湧いてきたそれは彼女自身にも一度も経験したことのないような不快な気持ちだった彼女は母に対して不快を感じているのでなく青年に対して不快を感じているのでなく ただ母と青年とがなれなれしく話し合っていることが不思議に彼女の心に苦いカスをかき乱すのであった。ことに青年が人目をしのぶように品川からただ一人こっそりとのちたことが美那子の心をかなり傷つけた。母と青年との間に何か後ろ暗い影でもがあるように思われて仕方がなかった。どうして僕が。 奥さんと一緒に行くことが分かったのでしょう。僕は誰にも行ったことはないのですがね。青年はちょっと言い訳のように言った。何分していてもいいのですよ。薄々は分かちているくらいがちょうどいいのですよ。あなたとなら分かちていてもいいのですよ。夫人は軽い媚びを含みながら言った。光栄です。 本当に光栄です。青年は冗談でなく本当に心から感激しているように言った。母と青年との会話は自由に快活になれなれしく進んでいった。美奈子はなるべくそれを聞くまいとした。が母が声を低めて言っていることまでが神経の苛立ちている美奈子の耳にはゴ々たる車輪の響きにも消されずに はっっきりと響いてくるのだった母と青年との一問一答に小さい美奈子の胸はますます傷つけられていくのだった時々母が「皆さんあなたは何を思って?」などと黙っている彼女を階段の圏内に入れようとするごとに美奈子は寂しい微笑を漏らすだけだった美奈子は青年の姿を見ない前までは 青年の同行することは恐ろしいが同時に限りない歓喜がその中に潜んでいるように思われたがそれが実現してみるとそれは恐ろしく寂しく苦しいだけであることがはっきりと分かったこの先一月もこうした寂しさ苦しさを味わっていなければならぬかと思うと美那子の心は墨を流したように真っ暗になってしまった 記者は、美奈子の心の恋を知り染めた少女の苦しみと悩みとを運びながら、ぐんぐん東京を離れていった。夫人と青年との親しそうな、しめやかな、会話は続いた。夫人は、久しぶりに会った弟でも、愛部するように、耳近く口を寄せて囁いたり、軽く失するように言ったりした。青年は青年で、姉にでも甘えるように。 姉から引き回されるのを喜ぶように、従順に、穏和に、夫人の言葉を、いちいち微笑しながらうなずいていた。美奈子は、母と青年との会話を、あまりに気にしている自分が、なんだか恥ずかしくなってきた。彼女は、なるべく聞くまい見まいと思った。が、そう勤めれば勤めるほど、青年の言葉や、その白石の面に浮かぶ微笑が、悩ましく耳についたり、 目についたたりした青年の面には、元気と満足とが満ちあふれているのが、美奈子にも感じられた。彼の眼中には、瑠璃子夫人以外のものが、何もあきらつていないことが、美奈子にもありありと感じられた。母のそばにいる自分などは、おそらく、青年の目には、塵ほどにも、ゴミほどにも、感じられてはいないと思うと、美奈子は、 激しい寂しさで胸がかき上された。が、それよりも、もっと美奈子を寂しくしたことは、今まで、愛情の唯一のより所ころとしていた母が、たと日一時ではアラートも、自分よりも青年の方へ、親しんでいることだった。大船を汽車が出たとき、美奈子は、何羽にも、黙らなくなって、向こう側の座席が空いたのを幸いに、景色を見るような風をして、 そこへ席を移した。母と青年との会話は、もう聞こえてこなくなった。が、一度書き上された胸は、たやすく、元のようには言えなかった。彼女は、こうした苦しみを、味わいながら、この先1月も過ごさねばならぬかと思うと、どうにもたまらないように思われだした。そうだ。箱根へ着いて23日したら、何か口実を見つけて自分だけ帰ってこよう。 美奈子は小さい胸の中でそう決心した。ちょうどそう考えていたときに、美奈子さん、ちょっといらっしゃい。と母から何気なく呼ばれた。美奈子は寂しい心をじっとそもそも得ながら元の座席へ帰っていった。顔丈には強して微笑を浮かべながら、あなた、青木さんと青山墓地で、 あったことがあるでしょう母は、美奈子が座るのを待ってそう言った。青年の顔を、ちらりと見ると、彼もニコニコ笑いっていた。美奈子は、何か秘密にしていたことを母に見つけられたかのように、顔を真っ赤にした。あなたは、覚えていないの母は、美奈子を持つと、どぎまぎさせるように言った。いいえ、覚えていますの。 美奈子は慌て慌ては底本では慌てそう言った。美奈子は青年が自分を覚えていてくれたことが何よりもうれしかった。青木さんの妹さんがよくあなたを知っていらっしゃるのですって。ねえ、青木さん。夫人は賛成を求めるように青木の方を振りこちた。そうです。 確か美奈子さんより34年下なのですが、お顔なんか、よく知っているのです。この間も、あれが正田さんのお嬢さんだ、というものですから、一寸驚いたのです。僕の妹をご存じありませんか青年は、初めて親しそうに、美奈子に口を聞いた。はい、お顔だけは存じていますの。美奈子は、口の内でつぶやくように答えた。 青年から親しく口を聞かれてみると、美奈子の寂しく傷ついて、板心は緩和薬をでも塗られたように和んでいた。今まで恐ろしく寂しく考えられていた秘書地生活に、一同の尾行がひょうできたように思われた。七それから記者がコ津へ着くまで、青年は美奈子に幾度も言葉をかけた。 妹を相手にしていると見えて、その言葉には、女性、ことに、年下の女性に対する親しみが、自然にこもっていた。青年の一言は、美奈子のこじれかからとした胸を張る風のように、撫でさするのであった。美奈子は、最初、陥っていた不快な感情から、いつの間にか、救いはれていた。自分が、妙に悲願で、嫉妬に似た感情を、 持っていたことを、はしたないとさえ思い始めていた。構図へ着いたとき、もう美奈子は、また、元のところ女らしい、感情と表情とを取り返していた。構図のプラットフォームに降り立つとき、瑠璃子は、駆け寄った赤棒の一人に、命令した。あの、自動車を用意させておくれ。そう、一台じゃ、窮屈だから、二台ね、宮の下まで行ってくれるように。 赤棒が命を受けて、はせけさつた時だった。今まで、他の赤棒を指図して、手荷物を下させて、いた青年が驚いて、ルリ子の方を振りこつた。奥さん。自動車ですか青年の動きはかなり真面目だった。そうです。いけないのですかルリ子は、軽くやゆするように反問した。 あんなにお願いひし、出会ったのに聞いてくださらないのですか。おとなしい青年は、かなり当惑したように、暗い表情をした。ルリ子は、華やかに笑った。あら、まだ、あんなことを気にしていらっしゃるの。私あなたが、冗談に言っていらっしゃったのかと思ったのですよ。兄さんが、自動車で死なれたからと、言って、自動車を怖がるなんて、 迷信じゃありませんか男らしくもない自動車が衝突するなんて一年に一度歩かないかの事件じゃありませんかそんなことを恐れて自動車に乗らないなんて夫人は子どもの臆病をでも失するように言ったでも奥さん青年はかなり懸命になっていった兄がやっぱりこの構図から自動車に乗ってやられたのでしょう それから、まだ1月も経つていないのです。ことに、今度箱根へ行くというと、父と母とがかなり止めるのです。で、やつと、切羽して、自動車には乗らないという条件で、許しが出たのです。だから、奥さんにも、自動車には乗らないと言ってあれほど申し上げておいたじゃありませんか。お父様やお母様が、そうしたご心配をなさるのは、 言うと思いますわ。でもあなたまでがそれにそれには定本ではそれがんかれるということはないじゃありませんか縁起などという言葉は現代人の辞書にはない字ですわねでも奥さん肉親の者が命を因したほとんど同じ自動車にまだ1月も経つか経たないかに乗るということは縁起だとかなんとかいう問題以上ですね あなただって、もし近しい方が、自動車で、ああした気間におほう日になると、きっと自動車がお嫌いになりますよ。そうかしら私は、そうは思いませんわ。だってお兄さんだって私には、かなり近しい方だったのですもの。そう言って夫人は、寂しく笑った。でも、いいじゃありませんか。私と一緒ですもの。 それででもお嫌ですかそう言って、え然と笑いながら、青年の顔を覗き込むルリ子夫人の顔には、女王のような威厳と、娼婦のような小人が、二つながら凍っていた。ルリ子の前には、故障か故障か、は、まあ、底本では、故障が何かのように、力のないらしい青年は、極度の当枠に口をつぐんだまま、その火でた湯を、深くしかめていた。 背丈こそ高く、様子こそ大人びて、いるが、名門に育てたこの青年が、対人的にはほんの子供であることが、瑠璃子にも、まざまざと分かった。